どうもプロボウラー中田です。いつもありがとうございます。今日はスーパー神ボールアキュラインツアープレミアム4とナノデスグラスプ2を比較したいと思います。はい、いつもはですね同じゲームで交互に投げてたりするんですけど、今日は違います。スコア2つ用意しました。はい、どちらもですね6フレーム目から投球して、まあ点数ももちろんそうなんですけど、動きの違いを見ていただけたらなと思います。それでは早速投球いたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。まずはですね、はい、ドリルしてすぐ1軍に入ったアキュラインツアープレミアム4を投球いたします。いきますよ。レーンはですね少し稼働しております。一般の方投げて稼働しているレーンです。サラのレーンではございません。うわー、転がりとピンアクションが神。はい、次は B はグラスプ2です。いきます。はい、さすがにですねこっちの方が表面がちょっと強いので、カバーストックがちょっと内側だと思います。いきます。はい、転がりの安定感と横綱みたいな寄り方ですよね。安心感のある動きでございます。はい、どちらもストライクスタートです。それではもう一度アキュラインツアープレミアム4です。もうこの色最高です。いきますよ。ちょっと内側か、大丈夫か。あー、ちょっと内に行った分先で切れてスプリット出てしまいました。はい、スペアボールがないのでアキュラインツアープレミアム4で投球したいと思います。さあ行きます。曲がりを計算して取れるのか。これはさすがに曲がらないか。はい、ご覧いただいて分かる通り内側は相当伸びてます。はい、それではですね次はグラスプ2を投球いたします。さあオイルに強いグラスプ2が勝つのかどうなのか。はい、いきます。これは曲がる。おお、はい、やはり伸びてるレーンではグラスプ2の方がいいのか。さあ調整しますよ。さっきちょっとだけ打ちミスしちゃいましたからね、アキラインツアープレミアム4。でもこれはもう間違いなくラインナップです。オイルに強いボールとその1個下のランクのボールで持っていれば怖いものはないと思います。さあ行きます。アジャスト成功するか。オッケーでしょ、来い。うわー、惜しい。ポケットには行ったんですけど全ピン巻いてしまいました。はい、難しいな。バシッと決めたいですね。はい、レーンの状況次第ですからね。はい、ボールが悪いわけではないですよ皆さん。全ピンツアープレミアム4で取れるのか。うまいな。はい、取れます。最近1投目のボールで多分取ってる動画少ないですけどちゃんと取れますよ。さあグラスプ2いきます。抜群のオイル状の安定感を発揮するのか。いきます。
ちょっと出ちゃった。そうですね、はい、出すぎてもダメ、難しいところです。はい、さあストライク2個、はい、ストライク1個、まだ分かりませんね。はい、でも一番はこの動きの違いをご覧いただければなと思っております。危ない、セーフ。はい、さあ9フレいきますよ。集め行き、電ピンが残り、次は電ピン飛ばします。いきます。よし、来た。はい、すごいですね、本当に。さっきの電ピン残ったのがなんで残ったんだっていうぐらいのピンアクションです。転がり感とピンアクションが半端ないです。でもグラスプ2ももちろんナノですなので負けてないです。さあ、さっきちょっと手前から出てしまったので気をつけましょう。 OK でしょう。はい、素晴らしい。オイル上の安定感、はたまた転がりとバックエンドの強さ、素晴らしいですね。本当にナノですだけでラインナップ組めちゃいますね。はい、走り系のアキロードもありますし。さあ、テンフレいきますよ。19ピン負けてるんですね。ツアープレミアム4はパンチアウトしないといけません。あー、出過ぎか。あー、やっぱり切れちゃいましたね、出過ぎて。はい、ジャスト9、切れすぎです。もうちょっと、これ前回の横須賀で撮ってから今日ここ八景点なんですけど、まだ2回目なのでまだまだ表面が落ち着いてないのかなと思います。ですが、転がりとピンアクションは最高です。もちろんバックエンドの動きも鋭いです。はい、このやっぱプレミアムコアが最高ですね。さあ、もう一回テンフレ3投目投げましょう。さあ、いきますよ。キュラインツアープレミアム4、最後はビシッとストライクで決めたいと思います。多分グラスプ2とそこまで立ち位置が変わらないですね。よし、来い。うわー、また9番残りそうだったけど、ほとんど変わらないんじゃないですか。まあ、もちろん中のオイルが伸びてるっていうのもあるんですけど、それでもやっぱ先でしっかり動いてるのでストライクになりますね。さあ、最後グラスプ2どうなるのか。マークがつけば勝ちです。スプリットが出ちゃうと、まあでも今もう抜群の安定感ですからね、パンチアウトしたいと思います。さあ、来い。はい、やっぱちょっと長かな、グラスプ2の方が。そんな感じですよね。最後に比較しますからね、得意の合成で。はい、アキュラインツアープレミアム4とグラスプ2の比較、まあ間違いなく、でも2つ持ってて損はないです。オイリー用とメインボール用と。はい、さあ、テンフレ2投目いきます。ちょっと出ちゃったか。危ない。やはりちょっと出た分厚めでしたけど、さすがナノです。ピンアクションもいいなのです。ちょっとおかしいな。はい、さあ、
ラインナップが全てナノデスになってしまうのか。さあこちらも最後もちろんストライクで決めます。オッケー、うわ来た、こっちも9番。はい、ということでですね、投げ終わりました、はい、結果88対128で40点差をつけられてしまったんですけど、まあ、レーンコンディションもやはりあるので動きの違いを見ていただけたらなと思います。やはりオイルに強いグラスプ2とその下で活躍するアキラインツアープレミアム4ですね、はい、2つともラインナップに入ります。皆様の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はまだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.